こんにちは。ほのぼの葉っぱチャンネルです。このチャンネルでは小さなハッピーを発見し、毎日ウキウキワクワクできるような、そんなヒントになるかもしれない事柄をお伝えしていきたいと思います。はい、今回もですね、こう見ての通り植物についてお話ししたいと思います。というのはですね、ちょっと緊急的に今お話ししなきゃと思うことがあったので、ちょっと今回はお話しさせていただきたいと思います。って言いますのは、梅雨が明けましたって言って、報道されてからですね、外の気温もぐっと上がりで、太陽の日差しもすごい降り注いでいて、もう毎日ね、私たちでも肌がですね、じり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 しませんか。でその時っていうのは観葉植物たちにとってもかなりダメージになることがあるんですね。で人間も本当に辛い時期なので、同じくこういう植物たちも辛い時期となります。なのでそれに気づいていただけるように、少しでもお話できたらなと思っています。もともとですね、こういう観葉植物っていうのは、観葉植物に限らず植物っていうのは日当たりのいいですね、日光を好むっていう性質はあるんですけれども、本当にですね、この夏の直射日光っていうのはとても危険です。人間でも熱中症になってしまったりとかしますよね。それと同じで葉焼けをしたりとかですね、葉焼けっていうのはこういう葉っぱがですね、もう直射日光でやられて茶色くなってきたりとかして本当に焼けてしまいます。そうなったらもう焼けてしまった葉っぱっていうのは復活できませんので、もう葉焼けしてしまった葉っぱがあったらもう切ってしまってください。で、あとですね、あと葉焼けと一緒にもう全てダメージを受けやすいんです。で高温になって土の中も本当に熱いことになっていきますので、その辺についてちょっと詳しくお話していきますね。観葉植物と一言で言っても、春から秋についての、季節がいい時、寒い時以外は外で管理してあげてる子とかもいると思うんです。で外の日の光が好きで、そういうのに強い子たちっていうのは外に出しているかと思うんですけれども、その外 のベランダとかね、お庭とかに出されている子たちの管理っていうのもですね、普通に出していただけだったら葉焼けを起こしてしまったり、水がカラカラになってしまったりっていうことがあります。先ほど申しました葉焼けについて の回避方法っていうのはですね、この例えばうちで言うとこのガジュマルですとかですね、このガジュマルを外で管理しています。あとこのゴムの木ね、フィカスウンベラータですね、これも外で管理しています。ですが本当にこの今からの暑い時期に直射日光がバーンと当たるところにずっと置いていると、やっぱり葉焼けとかが心配になります。なので時間帯によってとか、そう時間帯によって動かせないんであれば、その日差しが直射日光を浴びない場所にちょっと移動させておいてあげてください。で半日陰とかでも十分日光っていうのは吸収できますので、そのあたりでいいかなと思います。あとね、室内に置いている子たち、うちでいうとこのポトス、これはライムグリーンのね、ライムポトスですね、こちらとかこのヒメモンステラさんとかですね、こういう子たちはもともと直射日光にそんなに強くないので、家の中でもカーテン越し の弱い光のところに置くか、もしくは少し明るいけれども日の光がそんなに当たらないところに置くことが望ましいと思います。あと水やりに関して、室内に置いている子たちに関してはそこまで気にしなくてもいいと思います。ただその夏っていうのはやっぱりその中のですね、鉢の中、土の中にあるお水とか、この葉っぱにね、葉っぱが吸収している水とか、そういうものが蒸発しやすいです。なのでその結局ですね、土の中のお水が割と早く乾燥気味になってくるので、その辺をしっかり見てあげてください。人間でもやっぱり喉が渇いてカラカラになっているのに全然水飲ませてもらえないって言ったら本当に元気なくなって病気になってしまうのと同じで、植物も同じです。カラカラになって本当に苦しくなるとだんだん枯れていきますので、その辺をしっかり見てあげることが大事かと思います。ただですね、水のやりすぎはよくありません。水をやりすぎてしまうと根腐れっていうこともあるので、しっかり乾いてからたっぷりとお水を入れてあげる。こうじょうろでですね、こういう
の上部でねお水をやるときにしっかりこうあげますね。で水をしっかりあげるんだけれども下のね受け皿の方にね水が鉢からね水がザーッと出るぐらいがベスト。でザーッと出ないぐらいちょこっとかけただけでは結局水は中はあの土は湿るんですけれども何が大事かっていうとザーッと水を流してあの下に水を出すことによってその出した水と一緒に中のあの空気も新鮮な空気に入れ替わります。そこがあの大事なんですね。そして必ずその下にあのここのね受け皿に水を溜まってきます。でこの溜まった水は必ず捨ててあげてください。ここに溜まっていると結局ですねここの下の方からのあの抜けていかないので中の鉢の中のですね土の中が蒸れてしまったりとかあとここに水が溜まっているところに例えばボウフラ蚊がね卵を産んでボウフラが発生してしまったりして家の中が大変なことになったりするのも嫌ですしあのいろんな意味からこのお水はあの常にきれいに捨ててください。さてここからが本題です。外にあの置いている例えばこのねうちでいうとガジュマルくんとか、他のこのウンベラータさんとか他のゴムの木とかいろいろあるんですけれどもその子たちに関しての水やりポイントがあります。これからの時期もう今もすでにそうなんですけれども真夏です。で真夏っていうことはあの気温がね30度以上とか35度とかすごい高いことになってきます。それで暑い時に水やりをしたら一瞬気持ちよさそうだなと思うかもしれないんですけれどもよく考えてください。こう水をやってね一瞬冷たくなったなと思うかもしれないんですけどその後また日の光がたくさん降り注ぐんですよ。そうしたらこの鉢の中の土がもう高温にねわーっと高温になってしまってそれでまた根っこを傷めてしまうんです。要は沸騰したような状態になってしまうので本当にあの植物にとっては怖いことだと思います。ですので夏場の水やりは昼とかではなくって早朝朝ねあげてお昼の間までに水がしっかり切れるような早朝かもしくは夕方涼しくなってからがベストだと思ってください。外にいる子たちも水やりの結局頻度っていうのはしっかりとこの土が、ね、中まで乾いたなとかその子たちの水やり頻度っていうのはそれぞれの植物によっても違うと思うんですけれどもそれに合わせて遅れないようにあげてください。ただ早すぎると本当にまた土の中が蒸れてしまって根が枯れてしまうことになるかもしれないのでその辺はご注意ください。あと外に置いている子たちの、もう一つ危険なポイントがあります。で先ほどお水やりは早朝か夕方って言いました。で早朝か夕方に水やりだからちょっとかわいそうだから暑そうだから、ね、霧吹きしてあげようとか言って例えばこういうのでねシュッシュッシュッってシュッシュッシュッって外でね水あげようかなと思ったりしますよね。植物のことを思ったらそういう気持ちになるのは分かります。ただですねよく見てください。例えばこれ見えますか。水滴ついてますよね。ここにね水滴がつくんです。こういう植物のためになりそうな葉水こういうねスプレーで水をあげるのも中の子はまあ大体そんなに直射日光当たらないので大丈夫だと思うんですけど外の子に水をやりした際にこういう葉っぱにね水がついて水滴ついていたりとか葉水ねこういうので水やった時に残っていたりとかしますよね。そうするとそこに結局太陽の光がね水滴をレンズとして光を集めちゃったりします。そうすると何が起こるか分かりますよね。昔よくほら虫眼鏡で実験したみたいにこう焦点がここにあってすごく熱くなりますその場所が。そうするとその水滴のところから葉焼けが起こったりしてその植物の葉っぱを枯らしてしまうことがあります。なので植物の水やりと葉水スプレーでの葉水も気をつけて時間帯とかを気をつけてやってあげてください。もしその霧吹きをどうしてもしたいなっていう時には本当に日陰とかね日に当たらないところでやってあげたりすることが大事だと思います。
夏場も冬場も結局ですね、その植物たちのあった生態に合った場所に置いてあげることが大事です。で、家の中っていうのもで置いている子たちも結構いると思うんです。うちもたくさん置いています。で、我が家も真夏になったらそんなに高くない温度で結局エアコンをずっとかけっぱなしにしています。例えば28度とかね、そういう温度でかけっぱなしにして1日24時間ずっとかけたりしているんですけれども、ただそのエアコンもですね、結局その設定温度になったら、設定温度を超えてきたらまたね強く風を出して冷やそうとしたりとか、その繰り返しだと思います。で、その風が出てきた時に直接その風に当たるところに植物を置いているとまたダメージになります。やっぱりエアコンの風をね、人間でもずっと当たってると肌が乾燥してきたりとかしますよね。それと一緒で植物もこうずっと当たり続けるとこう葉っぱがパリパリになってやられてしまうので、その辺気をつけてください。エアコンがねこう出た時にちょうど葉っぱが揺れるような位置に置いているのはダメと思ってください。で、おすすめがエアコンつけながらでもですね、例えば後ろにこう回ってるサーキュレーターとかね、扇風機とか、うちは結構扇風機とこのファンとか使ってるんですけど、いろいろで、これでですね室内の結局空気を循環させています。同じ場所にずっと空気が滞っていると植物にとってよくありません。で、空気の流れがいい場所に置いてあげるのは大切なことなんですね。でも直接の風は当たらない方がいいっていうことがあって、サーキュレーターで直接はかけないけれども、あっちこっちに向けてねこういう風に風を送っているってことをしています。植物も動物とかね人間とかと一緒で生きています。なので植物の気持ちになってあげていただきたいです。ただですね、動物とかね、犬とか猫ならまだ吠えたりとかして教えてくれたりできますね。なんか調子が悪いよとか、なんかぐったりしてきたりとかね、目に見えてわかると思うんですけど、そういうのを発しにくい植物だと思うんですけども、よく見ているとその子たちの不調に気づけるようになります。で、私たちが早くにね気づいてあげると回復も早くなったりしますので、しっかりと見てあげてくださいね。真夏の管理も大変だと思いますけれども、そこを乗り越えてどんどん大きくしてあげてください。で、また冬になったらね、今度は冬の対策とかもありますので、その時期その時期でその植物に合った対策をしてあげてください。はい、今回は植物たちの真夏の置き場所、日当たりとかですね、あともう一つが水やりのことについてお伝えしました。とにかく一番大切なことは、毎日その植物たちを見て感じて、でお話をして、対話ですね、対話をしてあげてください。そうしているうちにその子と自分との関係が出来上がってきて、しっかりと育っているかなとかを見てあげられるようになりますので、必ずね返してくれます。そういう気持ちをしっかり返してくれますので、皆さんも楽しくグリーンライフを送ってみてはいかがでしょうか。またですね、グリーンについてのいろんな放送をしていきたいと思います。現在ですね、今ちょっと取りためていることがあって、この前剪定したゴムの木フィカス、アルテシマとゴムの木ですね、インドゴムの木と2種類とですね、あとこの前葉っぱが枯れてきたので切ってしまったモンステラさんの成長記録を取りだめしています。それもまたね完成したらあげたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。皆様の応援が大変役に立っております。すごく励みになっています。ですので、またいいねボタンとかね、あとコメントとかで応援していただければありがたく思いますので、今後もどうぞよろしくお願いします。ではまたね、バイバーイ。